新郎様、新婦様の準備が整いました。はい、ありがとうございます。俺はドキドキしながら、ミツルのいる部屋のドアを開けた。リクト、どう？そこにいたミツルは、今までの何よりも綺麗だった。似合ってない？あ、いや、ごめん。綺麗すぎて言葉が出なかった。とても似合ってるよ。綺麗だ。ありがとう。リクトもかっこいいよ。ありがとう。幸せになろうね、ミツル。もう幸せだよ。幸せすぎるくらい。でも、うん。もっと幸せになろうね。俺たちの人生の門出の日は、雲一つない青空だった。星さん、手話できる？俺の名前は高橋陸人。世間で言う中小企業に勤める30歳だ。大学生で彼女というのが一人でき、社会人になってもう一人できたが、結局2年くらいしか続かず、30歳で独身。高校や大学の同級生は、みんな彼女がいたり、結婚してたり、なんなら子供が生まれてママやパパになっているやつもいる。そんな情報を聞くたびに、俺も彼女欲しいと思うが、未だ出会いがない。恋の神様は、俺に味方してくれないようだ。はぁ、癒し欲しい。そうつぶやきながら今日も出勤。晩飯何にしよう。高橋、おはよう。ああ、お前か。はよう。なんだよ、朝から元気ないな。元気なお前の方がおかしいわ。同期もだんだん結婚するやつ増えてきて、落ち込んでんのか？独身のお前には言われたくない。なんだよ、仲間だろ？独身同盟組もうぜ。なんだよ、独身同盟って。同盟組むとか子供かよ。いや、落ち込んでる心にはフレッシュさが大切かなと思ってさ。今度、独身同盟で飲み行こうぜ。この前、いい飲み屋見つけたんだよ。傷の舐め合いかよ。たまにはなだめ合うのも大切だろ。わかったよ。よっしゃ、じゃあまた連絡するわ。今日も頑張ろうな。おう、またな。朝から騒がしい同期と別れて自分の部署に向かう。おはようございます。おお、高橋くんか。おはよう。部長、おはようございます。高橋くん、朝のミーティングの後頼みたいことあるから私の机に来てくれ。わかりました。じゃあよろしく頼むよ。はい。部長の頼み事ってなんだろう。まあ後々わかるか。今は考えるのはよそう。じゃあみんなおはよう。朝のミーティングを始めよう。そんな部長の言葉からミーティングが始まった。ミーティングは今日やることや連絡事項、何か困ったことはあるかなど、何も変わらずいつも通り進んでいった。じゃあ最後に、この部署に新しく人材が配属される。配属される女性は来週から出勤だ。みんな、よろしく頼む。新人の配属、しかも女性。可愛い子だといいな。だが、特にため息をつくことではないのに、部長はため息をついた。ということは大方。障害者雇用ですか？
部長はうなずいた。やっぱりだ。障害者ならここが適任だろうと。障害者だろうと適材適所があるだろうに。部長がこういうのには理由がある。それは今までにも何人か障害者雇用で採用された人がこの部署に配属されたが、全員長続きしなかったのだ。一番長くて半年。まあ、部長がそういう反応をするのもわかるが、そんな露骨に嫌な顔をしなくても。俺たちだって来週から来る新人社員に不安がないわけではないが、そこまでの反応をされると余計に遠慮が生まれてしまうではないか。まあ、俺は教育係ではないから関係ないか。いや、朝部長から頼み事があると、嫌な予感がする。そんなこんなで朝のミーティングが終わり、おのおの自分の持ち場に着いた。そして俺は部長のところへ。部長、朝の頼み事って、高橋君、さっきミーティングでも言った通り、来週から新人が来る。ということで、君に教育係を頼みたい。やっぱり。でも、俺教育係向いてませんよ。教えるの下手ですし。いやいや、君は優秀だから。それに君、手話もできるだろう。来週から来る新人、耳に障害があってね。だから、手話のできる君が適任だろうと判断した。やってくれるかい？部長の顔から断るなという圧が来る。仕方ない。やるか。わかりました。ありがとう。じゃあ来週からよろしく頼むよ。はぁ、来週からか。同期に飲みに付き合ってもらうか。おう、高橋、お疲れ。お疲れ。ずいぶん急な誘いだな。なんかあっただろう。来週から来る新人の教育係を任された。新人教育？すげえじゃん。笑い事じゃない。すまんすまん。お前は昔っから優秀だけど、教えるのはめっちゃ下手だったもんな。うるせえ。今話しているこいつとは腐れ縁だ。中学、高校、大学と同じで、嫌いじゃないが、いつになったら離れるのかなと思っていたが、まさか就職先まで同じとは。知った時は、それはそれは驚いた。で、肝心の新人さんとやらは男？女？女性だ。おお、とうとう高橋にも春が来たか。まだ会ってすらねえよ。先越されちゃうか。だから、まだ会ってないし、名前も知らないって。可愛い子だったら、連絡先教えてくれよ。なんでだよ。だって、お前だけ可愛い子と知り合えるのずるいだろ？お前の部署にも可愛い子たくさんいるじゃん。みんな彼氏持ちなんだよ。まったくこいつは。わかったよ。よっしゃ。じゃあ今日はいっぱい飲もうぜ。おい、あんま飲みすぎんなよ。明日も仕事だぞ。たまにはいいだろう。結局あいつは次の日潰れた。まったく、あんなに言ったのに。おお、高橋くん、おはよう。部長、おはようございます。今日も頑張ろうね。はい。部長は優しい。こわもてで有名だけど、
実はすごく優しい。だからこそ部長は障害者っていう理由であんなに嫌な顔をすると思っていなかった。変なことにならないといいな。そして次の週になり、新人女性が来た。はじめまして、星満です。24歳です。聴覚に障害があり、特に左耳は補聴器があってもほとんど聞き取れません。小さい音が聞き取りにくく、ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。部長が連れてきた新入社員はとても可愛らしかった。小柄でどこか謙虚さがあって、そして何より雰囲気が優しそうだった。話している彼女の声は心地よく、大きな瞳は好奇心なのか輝いていた。そんな彼女とは反対に、部長は隣で険しい顔をしていた。星くん、こちらが星くんの教育係の高橋くんだ。何かわからないことがあったら、高橋くんに聞いてみるといい。左耳が聞こえづらいということで、部長が右耳側でそう説明した。星さんの教育係の高橋陸人です。これからよろしく。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ早速業務の説明していくね。そして俺は星さんに部署の説明や物の配置、書類のやり方など仕事に必要なことを教えていった。パソコンで書類の作り方を説明していたとき、部長から星さんに仕事のメールが来た。俺は星さんに対する部長の態度にカッときた。部長、同じ部署にいるのに仕事内容をメールでするなんてあんまりですよ。その方が彼女にとってもいいだろう。一生懸命頑張ろうとしている若い子にとる態度ではないだろうと、俺がさらに反抗しようとすると。大丈夫です。目で見える方がいちいち聞き返したり聞き間違いがないので、ありがとうございます。こちらを気にして言ってくれる星さんに、不覚にも可愛いと思ってしまった。星さんがそう思ってるなら、俺は不満でしかなかったが、星さんが言うなら仕方ないと口をつぐんだ。そこで俺はひらめいた。星さん、手話ってできる？そう言いながら手を動かしてみた。すると彼女は一瞬で嬉しそうな顔をした。できます。高橋さん、手話できるんですか？じゃあ、わからないこととか聞きたいことがあったら、手話で聞いてもらっても構わないよ。ありがとうございます。そう、星さんがとても嬉しそうな顔で言った。そんな星さんの表情にキュンときた。手話で会話ができるとわかったので、仕事の説明を再開した。説明してると、星さんが聞き取れなかったと言った回数が多かった。右耳も悪いと言っていたが、聞き取れないほどではないとも言っていた。なら、なぜそんなに聞き間違えたりする回数が多いのか、考えてみて、分かったことがあった。俺は入社して結構経つので慣れてしまったが、ここは外の騒音がとてもうるさい場所だった。そのうるさい騒音が、星さんの聞き取りを邪魔するのだ。もしかして星さん、うるさい場所だと余計に聞き取りにくいとかあったりする？そうなんです。人が騒がしかったり、
工事などの騒音が大きかったりすると、余計に聞き取りにくくなってしまうんです。面接の時は静かだったので、こんなに騒がしいと思っていませんでした。そういう星さんは、どこかしょぼんとしている。確かに、ここ騒がしいよね。俺も入社した時は、騒がしいなぁと思ったもん。俺はもう慣れたけど、星さんはちょっと難しいよね。聞き取れなかったら、全然遠慮しなくていいからね。そう言うと、星さんは嬉しそうにした後、少し暗い顔で。高橋さんにばかり迷惑かけて申し訳ないです。俺としてはもっと頼ってほしいところだが、変に言いすぎると変態になりかねない。教育係でもあるからさ、遠慮しないで。わからなくてトラブルになっちゃう方が、後々大変だからさ。ありがとうございます。ご好意に甘えさせていただきます。そして、今日の仕事は何事もなく終わった。じゃあ、星さんお疲れ様。また明日。気をつけて帰ってね。お疲れ様でした。こちらこそ、今日は一日お世話になりました。また明日もよろしくお願いいたします。会社から出たら同期がいた。おお、お疲れ。お疲れ。で、どうだった？例の新人さん。素直で優しくていい子だったよ。おお、いいな。可愛かった？可愛かったよ。おお、いいな。俺も可愛い後輩欲しい。はいはい。いつかできるといいな。なんだよ、高みの見物か？羨ましいな、この野郎。そっちこそ、負け犬がよく吠えてるな。ああ、俺も癒し欲しい。もう今日も飲もうぜ。また飲むのかよ。前も飲んだろ？新しく癒しができた人にはわからないでしょうね。わかったよ。付き合うよ。そう来ないとな。よし、いつもの飲み屋行くぞ。今日は早く帰るからな。わかってるよ。次の日も、また次の日も、俺は星さんにいろいろ教えていった。でも、俺の教育係としての日々も長くは続かなそうだった。なんせ、星さんの仕事覚えがとても早かったのだ。もともと簿記の資格を持っており、あとは自分たちの部署のルールなど、もろもろを覚えるだけだったのもある。あと少しで、俺もお役御免だ。少し寂しい。星さんと話すのはとても心地よかった。だから離れたくなかった。もっと仲良くなれば飲みに行けたりもするのかな。まあ仲良くなるのは無理か。ただでさえ6歳も離れてるのに。こんなに離れてるのも星さんからしたら嫌だよな。女性は年齢が近い方がいいのか？まあ、離れすぎてるのは嫌か。はあ、もうちょっと俺が若くてイケメンだったらな。ある日、俺と星さんの仕事終わりが重なった。駅の場所を聞いたら同じだったので、一緒に駅まで行くことにした。最近、この辺あまり治安良くないから、星さん気をつけてね。そうなんですか？知らなかったです。星さん可愛いから、すぐ狙われちゃうから。
そんなことありませんよ。でも教えてくれてありがとうございます。気をつけます。結構本当だったんだけどな。星さん可愛いし、小柄だからすぐに誘拐されそう。そんなことを考えていたら、星さんが居酒屋の前で止まった。どうした？なんかあった？ああ、いえ。ああいうお店入ったことなくて。驚いたが、すぐに星さんの耳のことを思い出した。そっか、居酒屋とか騒がしいもんね。店員さんもお客さんも元気だし、声大きいし。そんなことを言ったら、星さんが驚いた顔をした。何かいけないことを言っちゃったかな。ごめん、何か気に障るようなことを言っちゃった。いえ、高橋さん、よく気づきましたね。社会人にとって、居酒屋とかは普通の場所じゃないですか。だから、行ったことないと言うと驚かれるんです。だから、すぐに私の耳のせいだって気づく高橋さん、すごいなと思って。可愛い子からそんなことを言われるなんて。俺は調子に乗って、星さんに言った。星さん、この後時間ある？この後ですか？特には。このまま家に帰ろうと思っていました。ならさ、居酒屋入ってみない？え？あ、でも。星さんは一瞬目を輝かせた後、シュンとした。人生初居酒屋に先輩とはハードルが高かったかと思ったが、星さんが悩んでいるようだったので、もう一押ししてみた。別に星さんが無理して店員さんと話すことはないよ。俺が注文したりするし、俺とは手話で話そう。でもそれじゃあ、高橋さんにご迷惑じゃ。全然。迷惑じゃないよ。俺の手話の練習にもなるし。何より俺、星さんと飲みに行ってみたかったからさ。なら、少しだけ入ってみたいです。そうと決まれば、早速行こう。遠慮しながら言う星さんは可愛かった。それに、星さんと飲み会。ニヤニヤする顔を抑えるのに必死だった。近くの居酒屋に入って、店員さんに人数を言う。2名です。では、この席にどうぞ。ありがとうございます。席につき、荷物を置いて、メニュー表を星さんに渡す。星さん、はい、メニュー表。好きなの頼みな。今日は俺のおごり。え？それは悪いですよ。自分の分は自分で払います。いいよ。今日は星さん居酒屋デビューとして、俺に払わせてよ。それなら、お言葉に甘えて。それぞれメニューや飲み物を頼んだ。乾杯。乾杯。俺も星さんも最初はビールジョッキを頼んだ。俺が3口ほど一気に飲んで星さんの方を向くと、星さんはジョッキの半分以上飲んでいた。俺は驚いてポカンとしていると、星さんが顔を赤くしていった。ビール好きなんです。普段はグラスで出てくるお店とか、家で飲んだりするんですけど、ジョッキー飲みやすいですね。俺は普段の星さんとのギャップに驚いたが、普段だと見ることのできない星さんの一面を見れて嬉しい気持ちがあった。俺たちは話に花を咲かせながら満足するまで飲んだ。
じゃあ、星さん、また明日。おごっていただいてありがとうございます。ごちそうさまでした。また明日。それから俺たちは、この前飲みに行ったこともあり、仲良くなった。そして、俺は気づいた。星さんに恋をしているのだと。話していくうちに、星さんの優しそうな人柄や、たまに天然さもある可愛さに、どんどん惹かれていった。それと同時に、叶わない恋だとも思った。俺と星さんは、6歳も離れている。そして何より、星さんは可愛かった。あんなに可愛かったら、引く手あまただろう。俺よりももっといい人が星さんにはいる。そんな星さんへの恋心を秘めながら過ごしていた。そんなある日、俺と星さんが残業で残っていた。残っていたのが俺と星さんの二人だったので、必然的に二人で帰った。明日も仕事があり、ご飯に行ける時間はなく、加えて残業後ということもあり、二人とも疲れていた。そんな時、星さんが俺に話しかけてきた。そういえば、高橋さんは手話お上手ですけど、習っていたんですか？うん、ちょっとね。理由聞いてもいいですか？長くなるけどいい？全然大丈夫です。星さんから聞かれた、俺が手話できる理由。それは、俺が小学校の時まで遡る。俺が小学6年生の時、1年生に聴覚障害者が入学してきたと噂になった。俺はその時、何も気にしていなかった。そうなんだ。くらいにしか捉えていなかった。そんなある日の帰り道。おい、お前耳聞こえないんだってな。障害者じゃん。なんで普通の学校来てんだよ。障害者は障害者の学校行けよ。典型的ないじめだな。くだらない。うわぁ、泣いたぞ。障害者は弱虫なんだな。目も障害かよ。おい、やめろ。それいじめだぞ。うわ、6年じゃん。行こう行こう。俺が声をかけると、男の子たちは逃げていった。ねえ、大丈夫？ああ、聞こえないんだっけ？大丈夫？次はもっと大きな声で言ってみた。大丈夫です。助けてくれてありがとうございました。君、耳が完全に聞こえないわけじゃないんだね。はい。左耳は補聴器があっても聞き取れない。右耳は大きな声じゃないと聞き取れない。そっか。手話とかできるの？耳が悪いと診断された時から手話は習わされた。できるの？いや、できないよ。この間、障害者を指導的な教室で軽く習ったけど忘れた。普通の人は、みんなそんな感じ。そっか。私の家こっちなので、助けてくれてありがとうございました。うん、気をつけて帰りな。なんだか俺は、その女の子がかわいそうだなぁと思った。手話か。その日の夜ご飯の時、今日のことをお父さんに話した。リクト、手話やればいいじゃないか。
え？俺はできないよ。興味もあんまないし。でも、その子のことをかわいそうだと思ったんだろ？試しにやってみたらいい。誰かを助けられるかもしれないし、将来の役に立つかもしれないだろ？確かに。そんなお父さんの一声に、俺は手話を習ってみた。最初は将来のためとか思ってたけど、なんだかだんだん楽しくなってきた。そんな中、朝登校中にあの子に会った。あ、おはようございます。おはよう。あのさ、頼みたいことあるんだけど、いい？ん？俺さ、今手話習い始めてて、試しに使ってみたいんだ。手話？そう、手話。いい？何かあったら言って。そうして俺は女の子に手話の相手をしてもらった。そこを間違ってる。そこも、あとそこも。間違いだらけだ。ダメダメだね。でも、ありがとう。もっと練習してみるよ。その女の子と俺は、手話を通して仲良くなっていった。俺は、その女の子の笑顔を見るのが好きで、手話を続けた。それが、俺が手話を習うようになった理由。そんなことがあったんですね。なんか、小学校の時の高橋さん、私が小学生の時にいた先輩に似ています。え？私が小学生の時にもいたんです。私のことを気にかけてくれた先輩。私の初恋の人なんです。元気にしてるかな？俺はそれを聞いて恋心が砕けた気がした。そうだよな。星さんだもん。好きな人くらいいて、多分星さんの思い人も星さんが好きで、きっと結ばれるんだろうな。あれ？リクトじゃないか。父さん、なんでここに？いや何、これから会社の飲み会でな。そっか。あれ？隣の子、星くんじゃないか？え？父さん、知ってるの？知ってるも何も、小学校の時の子だよね。ほら、リクトが手話習い始めたきっかけの子だよ。え？え？星くんも元気そうでよかったよ。では、時間も迫っているのでな。ここで失礼。星さん、小学校どこ？まさかまさかの、俺と星さんは同じ小学校で、あのいじめられていた女の子だった。ん？ちょっと待てよ。ということは、星さんの初恋の人って。俺はそこで顔を赤くした。それに気づいた星さんも赤くした。いや、その。俺はそこで覚悟を決めた。星さん、俺、星さんのことを好きです。俺とお付き合いしてください。はい。そうして、俺と星さんは付き合い始めた。俺と星さんが付き合い始めて1ヶ月記念日。俺と星さんはデートをした。その途中。あ。ん？なんだ、星くんと高橋くんじゃないか。奇遇だな、こんなとこで。なんだ、二人は付き合ってるのか？俺たちが付き合ってることは、会社のみんなには内緒にしていたのに、こんなところでバレるとは。まあ、はあ。
俺は返事にもならない返事をしてしまった。そしたら部長が、ちょうどいい。話があったんだ。少しいいか。そう部長に言われ、着いた場所が落ち着いたレトロなカフェだった。その、星くん、君に聞きたいことがあってね。君は本当にこのままこの部署でいいのかい？他に行きたい部署とかないのかい？俺はそういった部長にイラッときた。そこまでして星さんを追い出したいか。部長、そんなに星さんがこの部署にいるのが困りますか？俺はそう言った。そしたら部長が、何を言ってるんだね。え？俺はな、障害者雇用といえばここの部署に送ったり、ジムに送ったりする上の考えが苦手なんだ。そう部長はため息をついた。他の部署に行きたかったやつや、他の仕事をやりたかったやつもいるだろうに。なんとかの一つ覚えみたいに送ってくるのが嫌だったんだ。だから星くんは何か不満とかないのかなと思ってな。申し訳ありませんでした。私の勘違いが過ぎました。俺は土下座並みに頭を下げた。私のために配慮をしてくださってありがとうございます。でも私はこの部署にいたいです。皆さんとても優しくて、この部署は居心地がいいんです。だから私はこのままこの部署で働きたいです。そう星さんは部長に言った。それは高橋くんがいるからかね。え？いや、そんなんじゃ。そんな俺たちを見て部長は笑った。笑った部長を見るのは初めてだ。そうか、それならよかった。今まで怖がらせてすまなかったね。そうだ、星くん。高橋くんが君に手話でコミュニケーションを取ってるのを見て、私もできるかなと勉強してみたんだがどうかね。そう言って部長は簡単な手話をしてみせてくれた。はい、とてもお上手です。わかります。そうか、それならよかった。星くんが来て結構経つのに、このくらいの手話しかできなくて申し訳ない。そんなことないです。とても嬉しいです。そうか、それならよかった。ではお邪魔したね。私はここで失礼するよ。二人とも幸せにね。部長、ありがとうございました。ありがとうございました。そう言って部長は去っていった。俺が思っていた以上に部長は優しかった。そんなことがあってから約一年半。俺のポケットには光るリングが入っている箱がある。俺はミツルにプロポーズする。手が震える。緊張する。断られたらどうしよう。と、頭の中がだんだんネガティブな方向に向いていく。リクトさん、お話って何ですか？ミツル、俺と結婚してください。そう言って俺はポケットから指輪を出した。それを見たミツルは涙を流した。嬉しそうにうなずいてくれた。俺はその時、絶対に幸せにすると誓った。きっとこれからの生活には幸せしかないと、そう思いながら。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。
では、次の動画でお会いしましょう。